マスカラもピンクで可愛いですね。あーよく気づいてくれた、ありがとうございます。そうなの、緊張したの。いいね、素敵な女の子同士の会話だったよ。ヤシガテ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 。ゆきとナナのヤシガテイスト。はい、さあ、いくすよ、中華ナビラ、今週も始まりました。ゆきとナナのヤシガテイスト。お相手はゆきとと。ナナでーす。はーい。はい。台風ですよ、沖縄は。ね、あの、週末に当たる、ね、もう直撃、あ、直撃する予定？予定ですね。ですね、はい。えらいこっちゃ。ね、早めですね、今年は。ね、結構大きいよね。結構ね、大きくてゆっくりと。ゆっくり。近づいてる。横綱のように。ドスンドスン。化粧回し何着てるんかな、な、何着てるんですかね。化粧回し何の提供のやつが入ってるんかな、何ですかね。何の提供かな。第何代目の横綱かな。何の話やねん。でも今年あれだね、確かに台風来るの早い方なのかな。早いと思います。大体梅雨明けて夏が来たっていうタイミングで、うん、あの1号がとか2号がとか発生して ね、そうなんだよな、うんうんうん、夏が来るみたいな、な夏が来るてれれ。大黒摩季さんね。大黒摩季さん、はい、大黒摩季さんアパッチに来たことあったっけ。ありますよ ね、うんうん、あったよね。ありました。あ、なんか覚えてるよ。そういえばあったなみたいな。な、楽屋で後ろで聞いてたな歌みたいな。うーん、覚えてるよ。うーん、いいですね。ね、今も今年、あ、じゃない、5月の30日、うん、今。はい、30日ですね。ね、あっという間に。早いね。早いですね。半分終わりますよ、2023年。本当にね、あっという間に。でも6月が終わったら、うん、多分あっという間に年末とか来るんでしょうね。もう年末ですよね、もうね。早すぎ早すぎ。夏もまだ終わってないの。嘘、まだ夏終わってないの。終わってないの、今からなんですよ。今から6月ですから。でもさ、バンドマンはさ、はい、夏って結構忙しくしてないとダメなんですよ。そうですね。結構イベントがね、お祭りとかがね。そうなんです、ありますから、まあ、一応俺なんかもうお祭りごと今ちょこちょこ来てて、お、伊江島とか行きますよ。お、離島に行っちゃいますよ。7月、7月、お、泊まりで、はぁ、一泊二日で。だからよ、あら、えらいこっちゃ、もう伊江島満喫コースです。あの、仕事で行くような感覚じゃないからね。どんな感覚ですか。え、なんか楽しみにこう飲みに行くみたいな。行ってしまった、居酒屋伊江島って。伊江島で飲むことがすごく楽しみみたいな。でもそれぐらいさ、なんかさ、心触れ合えるなんか仲間たちがいっぱいいて、はい、でそういう場所があるのもいいことかなと思って。もちろん仕事は全力でやるんだけど。そうですね。そうそうそう、なんかそういうのってやっぱりなんか年の功みたいなのもあるのかなと思って、こう積み重ねてきたもので、はいはい、なんかそういう風な感覚で行っても、うんうんうん、なんかみんなで笑い合えるみたいなのは、うんうん、なんか作ってきたかなって思うよ。うーん、うえー、いいこと言ったということで、はい、
たくさん来てる？メッセージ来てますね、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。今日の見口はカンパチさん、あれこんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、今日もよろしくお願いします。いいっす。ひふみさん、プってプップッペッ、あ、失礼。こんにちは、ごっくんちょ。こんにちは、ごっくんちょ。今日もよろしく、ごっくんちょ。ほんとですよ。そろそろ6月3日。あー、もうそうですね。ね、オフ会。うん、ミューシャンとオフ会、幹事長。幹事長ですからね。めちゃめちゃ、えらいくらいについて。えらいくらいについてますね。幹事長、バーンみたいな。幹事長ってなんか、引き締まるね。そうですね、幹事長なんだ。いやー、すげーわー。なってみて幹事長、なってみて幹事長。いいな。自分で勝手になんか作ってなっちゃえばいいんじゃない。なっちゃえばいいのかな。作って、もう団体から作って。マジ、はい。わあ、きついな。きついどっちどっちやねやりたいって言っといてな。いやね、本当にいざとなるとやっぱちょっとなんか身がこう身を引きたくなる。あ、ちょっと怖い。言うのはただですから、ね、言うのはただだから、はい、うん、いくらでも言う。大丈夫、これなんか仕事に影響とか出ないです大丈夫大丈夫大丈夫、今の発言ちょっとざわっとした感じ。あ、そしてヤンキスさん、はい、はい、ユキトさん、ナナさん、はい、シュガーマナティこんにちにゃにゃこんにちにゃ、マチカンティしてたよ。いや、ありがとうございます。ね、もう本当にね、今日もう先週いなかったから、ヤンキッチさん。そうなんですよ、もうありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、マナティですよ。はい、そう、今日マナティが、はい、お願いします。ね、くれております。マナティがやるの久しぶりじゃない。はい、先週もやりましたけど。そう、あれ先週はやりましたよ。先週やった。先週からマナティですよ。本当、どんどんどん記憶が本当にもうダメだね、これね。やったっけ。ごめんマナティ泣くな。あとでじゃあ、コーラおごってください。コーラね、コーラでいいの。あ、いいですよ。ブルガリアヨーグルトって来てるから。これは多分あれですよ、錦の話ですよね。あ、そう多分提供はブルガリアヨーグルトっていうことかな、提供ね、多分古都欧州だね、古都欧州だからかあ、その上、ヤンキスさん、ゴーヤー大好き、千代の富士、かっこ58代横綱。あ、そう、58代なんだね、千代の富士で。ゴーヤー大好きなんだ。なんかゴーヤー大好き。うん。マジ？らしいですよ。へぇー。千代の富士関はもう、僕らの世代ですよ。ああ。もう完全に。はいはいはい。僕なんかが、僕が小学生の頃、小中学校、テレビつけたら、大相撲つけたら、もう絶対千代の富士。千代の富士、小錦。はい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 、錦懐かしい、うん、俺高見山とかも好きだったけど、高見山は前の世代だから。うーん、そう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 、なるほどですね。大野国とかね、うん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 、若島津とかねもう相撲大好きだったんですよ。あ、これ小学校の頃の趣味がプロ野球観戦と相撲観戦だったんですよ、はい、渋い趣味ですね小学生とは思えないもう相撲とかも絶対学校早く帰ってきて見てた、うんうんうん、あ、そうなんですか、うん、あら、なんかね、そんなやつだったよ。うんうん、それカウボーイさんが2杯2杯って来てますけど、はい、これ多分、2杯2杯だと思うけど、2杯2杯高見山さんの、うん、CM。 あー、そういうあれがあるんですね。そうそうそう、布団の CM。 あー、2杯2杯あと2枚2枚も言ってたかな、どっちだったかな、うん、かもしれないですね。やってたんです。それのことでしょうね。それのことだと思う。これで分かるのすごいですね。その世代だよ。CM だみたいな。世代だよ、世代。ありがとうございます。たくさん来てるね。ね、いっぱい来てますね。赤っぽいさんね、ちょっとブルガリアヨーグルトから読んじゃったんですけど。先に言っちゃったけど。はい、最初に挨拶いただいておりました。ありがとうございます。ゆきとさん、奈々ちゃん。ヘラクレスマナティ、アキラ 100% さん、皆さんこんにちは。アキラさんはもう、アキラさん 100% つけたらまたちょっと変わってきますからね。アキラさん 100% なっちゃったのお盆持たないといけないから見たいなくってこう、うまいことね。めちゃめちゃ見たいなここでやるの、ここしかもツイキャスのカメラは向いてないね、向いてないという。うまくなったら向けても大丈夫なんだろうな。あ、練習してる時は。そうそう、練習してからだな。はい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 、いいねいいね一緒に練習したいな。あ、じゃあ年末の一発芸ね、俺隠すもんないからさ
多少は多少はある多少はあるじゃん。あ、本当？あ、ずないです。あるのかな、まあ、タコさんウインナーみたいな感じだよ。じゃあもう 何言ってるか分からないからもうコメント読みますよ。分かんない、分かんないから読みますよ。僕分かんない。はいはい、どうこんにちは、台風来そうですかねってね。はい、で風強くなってるみたいですね。そうなんですよね。そう、ちょっと風が台風っぽいんですよ ね。はい、あ、リクエスト、東京プリンで携帯愛花ということで、はい、この曲多分お好きなんでしょうね。ね、うん、これカップボーイさん好きだよね、うんうん、この曲ね。書きましょう。よし、じゃあこれを1曲目にする、2曲目にしようかな。ね、はい、ちょっとその前に1曲あったので、うんうんうん、ちょっと後で、紹介しますけど、はい、東京プリンの携帯愛花スイカ、どっちだろうこれ、携帯アイカかな。アイカ、アイカだっけですけね。はい、はい、あったもん、マナティ。うん、あ、さすがやね。ありましたんで、じゃあ後でかけまーす。はーい、はい、あ、そしてひーふーみーさん、うん、土曜日にモロッコら辺の民族音楽、うん、グナワのライブに行ってきたよ。おー、すごい。え、三本弦で真ん中が一番低い音っていう。真ん中がそんなのあるのねえ、すごい。へえ。てなわけで、うん、グナワ音楽かけてみろ、マナティー。挑戦状来てますか。これはちょっと新しい挑戦状ですよ。まさかの民族音楽。グナワ音楽。グナワ音楽。グナワ。グナワ音楽。モロッコの。これモロッコグナワで探すといいのかな。多分。そうです。あるんですけど、結構あのカオスみたいな感じになります、ね。マジ？あの歌じゃないんですよ。うん。あのインストみたいな。そうそうそう。でもあり、大丈夫なら。いいんじゃないですか。大丈夫よ。あ、じゃあ大丈夫ですか。じゃあこれグナワ音楽でいいの、はい、そうですね。で曲名あるの、曲名はもうグナワ音楽にするか、そのままもう結構グナワなんかフェスティバルとかそういう、あ、曲名はあるんですかね、はい、結構持ってないかもしれないです、ね、オッケー、ちょっとグナワフェスにしとこう。グナワ音楽をちょっとじゃあ流してみましょう、ね、後でかけてみましょう。楽しみですね。お、ひふみさん、グナワアーティストは日本に2人しかいなくて、うん、その1人が沖縄在住の島ナイチャーってよって。あ、沖縄にいるんだ1人。うーん、それでライブやったのかな、かな。おー、どこでやったんだろうライブ。だから ね気になりますね。へえ、知らなんだわ、そんなのあるなんて。ねえ、グナワの存在も初めて知りましたねえ、うん、へえ。あ、614でやったんだ。あは、614ってどこや、コザだっけな。コザですっけね。ね、へー、すごい。いいね、後でじゃあ かけてみましょう。うんうんうん、あったって。うん、マナティはさすが。さすがです。すぐ探せますね。グナワもお手の物。本当にグナワもお手の物。モロッコ出身。まそうだったのか、知らなんだ。ゆうさん、ちちって下打ちしてる、下打ち。うん、なんか書いてる。カンパチさんが、うん、これリクエスト、うん、何でもいいの。何でもいいよ。これはね、大丈夫ですかね。これなんだろうな、放送コードやばいのかな。ねえ、そういうのはちょっと避けとくか。大丈夫なのかな。大丈夫かもしれんけどね、うん、もし探せるんであれば多分あの許可空いてると言いますか。じゃあカンパチさん、今これマナティがちょっといろいろ調べてくれているので、うん、もし大丈夫であればかけましょうか。うんうん、オッケー、やってみたいと思います。はい、そしてなんかね、カンパチさんが午後4時からのドラマの再放送が好きだったな。そう、水戸黄門とかさ。そうなんだよね。そう、夕方にね結構再放送やってたんですよ。そう、あれ分かりますね、結構やってますよね。そうなんです、うんうんうん、で僕なんかの時土曜日とかっていうとね、うんうん、金八先生もやってたけど沖縄で、うんうん、プロレスもあって、うんうんうん、プロレス見るのも好きだったんですよ。うーん、私はプロレスも結構マニアだったんですごい幅広いですねスポーツだけだけどあ、そして、ヤンキーさんも水戸黄門のお話ですね。黄門様一同が歩いている場面、アスファルトが見えたちょっと面白いアスファルト見えたんだ。あの時代はアスファルトないじゃん。ないです、うん、そうですね。で、あれ多分どっかのこう
川、ああいうの土手沿いっていうの、なんていうの、うん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 、ね、多摩川とかさ、うんうんうん、ああいうところの、土手沿いを歩いて撮影してたんだろうけど、うん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 、そうだよね、うんうんうん、ちょっと斜め上からしてるからアスファルト見えないようにしてると思うんだけど、うんうんうん、見えちゃうよね、見えちゃうよね、そういうのやっぱありますよね、見えちゃうよね、うんうんうん、ああいいね、ちゃんと見つけるあたりが素晴らしいねそれでちょっとクスって笑ってねはい、そして武蔵さん、ゆきとさん、ななさん、ミキサーのまなさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい、はい、しょい、生放送お疲れ様です。とのことで今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。ねえ、本当にゆみさんかFM 議論に放送コードないって言われているまだって言われてるよじゃあ流しちゃいましょうか。じゃあ流しちゃいましょうか。ありました、ありました、南城市、なんで、あ、南城市、あ、あるあったみたいですね。ありました。多分じゃあ大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。面白い歌っぽいので、おー、はい、じゃあカンパチさん、ウフダパンプの南城市ちょっとかけてみたいと思います。いいね。ね、ウフダパンプっていうグループ、これグループなのかな。でもそうですね、うん、一応南城市というタイトルが、おお、南城市の、曲かな、この、ね、南城市をアピールするための、南城、 FM 南城のかな、うんうん、あ、 FM 南城のか、はい、だから多分放送コードを気にされてそういうことか、あ、なのかなってことですなるほど、あの、他局さんだからってことかね、多分、うん、なるほどなるほど、でも曲だけいけば全然、うん、なるほどね、はいはい、うんうん、おー、いいね、うんうんうん、おい、なんかやっぱりうちもヤシガテイストの曲作らなきゃね。そうですね、うん、まあ今1個ねあります、ヤシガテがね、ヤシガテがあるけど、うん、なんかもう1曲作りたいね、お、ナノさんボーカルで、お、いいですね、なんてな、 FM ギノワンってちゃんとやろうか、あ、入れて、うん、いいですね、FMG にしよう、タイトルはFMG そうや、 FMGN にしようか、あ、 GN、 GN、 ギノワンの G とんの N、 あー、はいはいはい、このギノンでもいいよ、ギノン、 ギノンどんどんひれてもうなんかこのビルが G タウンビルなんですよ。 あ、 G タウンビル、そうそうそう、あ、じゃあ FMG タウンにしよう、じゃあ、あ、いいですね、かっこいいですね、うん、FMG タウン、かっこいい、ギターのカッティングから始まる感じ、あー、キャンクカンクククカンクカンクククンクカンってあ、もう決めた、あー、スッタタスタタンスチースクスツクチーチキってもう、もうバッチリじゃないですか、ファンキーな曲で、あ、ファン？ FM G タウン、うん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 、よし、書いとこう、いいですね、じゃあ、あの、ジャンバラヤバンドで作ってきます。そっちでちょっと予想外だったんですけど、今そこはヤギットプロジェクトじゃなかったんですか？ジャンバラヤバンドで、じゃあ、そっちでじゃあ、今のところメール来てる？はい、来てますね、はい、ちょっと読んでみましょう、うん、はい、あ、こちらの方でもヤンキチさんから、いただいております。ありがとうございます、うん、2週間のご無沙汰でした、はい、玉木宏です古すぎて誰も知らんがな僕は知ってますよで、マナティへの挑戦、うん、曲はあると思いますが、FM ギノワンでは初のオンエアになると思います。おら、そう、お、リクエストは、リフラフで東京涙クラブ、1984年、当時はある意味話題になり、オリジナル曲として発売。お、お、 TRF のサムが在籍してます。マジですか？へえ、へえ、さすがに、ワムのレーベルからリフラフ側へクレームがいったほど聞いていただくと納得の大笑いです。今もうなんとなく想像つきましたよ。あ、なるほど、ちょっと気になりますね。ね、言わないでおきましょう。あー、なるほどね。想像つきましたよ。はい。オッケー、オッケー。ちょっとじゃあ楽しみにね、聞いてみましょう。あ、なんかメールいっぱい来てるね。来てます、来てます。お、お疲れ様です。はい。毎回信号待ちで、後方車両からクラクションを鳴らされ、すいませんと運転席から詫びるゆきとさん。俺いい人だからさ。そうそう、そうなっちゃうのよ。はい、と
右折矢印が消え、強引に行く車両に続けと行くが、交差点で青になりテンパる奈々さん。そうね、やったことありますね。あ、しまったみたいな。あ、しまった。やばいやばいやばいみたいな。ついてったのに。やばいやばいやばいって。やばい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 って言いながら一生懸命もう進まないけど進むような体の動き。体は動いてる。やばいやばい。車は全然進んでない。はい。あ、よう分かってるね。分かってますね。素晴らしい。どこで見つけたのかな。見てるはずよ。見たのかな。うん、ゴーパチとかで見たんだはず。はい、で今日はアキラさん、うん、監督、うん、新入りの方、うん、監督です。今日監督です。監督です。またまた困惑させるつもりはありませんが、うん、1992年にワイドショーのラストに流れていた、うん、邦楽女性アーティストでメイコの素顔のままで、メイコ、うん、あまりにマイナーなんでないはず。お、一応アルバムは持ってる。お、ミポリンに恋が激に。へー、ざま、ざま。まだ探してる途中やで今。ああ、ありました。早いか。あったって。あ、ありました。あ、でもただなんかあれかな、あなたのままでっていうのそのメイコさんであった。ああ、素顔のままでではないのか。ないのかな。どっちなんだろう。あなたのままで で、 でもいいんであればかな。でもさ、その後のさ、うん、もしくはチェッカーズのサマーレインで来てるんですよ。あ、私サマーレイン聞きたいな。サマーレインにしましょう。ダメ、ヌーガサンタルジアさん。サマーレインでもいいですか。今あなたのままではあったんだけど、うんうん、ちょっともしかしたら違うのかな、違うかもしれないので、あれがあるので、サマーレイン、チェッカーズで行きましょうか。はい。わあ、懐かしいね、サマーレイン。いいですね。こっちはフルかな。そうですね、多分フルでってお願いが来ております、ね、サマーレインで行かせてください。はい、ヌーガサンタルチアだぞだぞ、クレヨンしんちゃんみたい。今のうまいな。ちょっと、はい、ちょっと寄せてみました。もう一回やって。ヌーガサンタルチアだぞ。めちゃくちゃうまいな。うまいうまい。一応ボーカルなんで。めちゃくちゃうまいな。そう、習得を試みる習性があるものびっくりしたな今。はあ、あら、これは、はい、あら、どうした？ひふみさんからメールももらってます。お、うん、へい、へい、ヤシガさんにテイストさんにミキサーの楽曲検索 V 型エンジンスーパーチャージツインカムエクセレントさん。長い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 。もう終盤読んでる時長い長いって。もうすぐ長い長い。めちゃめちゃ台風でも走りそうやな。ブワーって。ひふみです。ごっくんちゃん。ごっくんちゃん。おー、で、梅雨、フィート、台風で今週末一気にあれなりそうっすね。ほんとあれなりますよね。ほんとあれになりそうですね。あれになります、あれは。はい、はい。そんな今週末の6月3日、はい、お、 RBC アイラジオの人気番組、うん、ミュージックシャワープラスプラスのオフ会の、うん、これ臨海でいいのかな、臨海、うん、がありますが、今回のチケットがなんとお一人8,800円。ほほう、これは高いんだろうか、何なんだろうか。お、内容によるぞ。それが発売16分で200枚ガール完売。すごすぎる。マイガール。マイガール。マイガール。売れたよ。マイガール。マイガール。タン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 。すげえ、完売って。ね、すごいですね。16分で。すごい。オフ会ってすごいんですよ。ね。僕もね、なんか何回かやったこと出たことあるんですけど、うん、こういうやつに、うんうんうん、あのヒープーさんのやつ、何だっけ、ね、ヒープーさんのね、うんうんうん、ヒープーさんと龍太郎くんと、うん、カンナさんだったかな、うんうん、カンナさんだったかな、うんうん、なんとかの会、うんうん、なんだっけ、僕それね、3年ぐらい連続で出てたんですよ。ヒューマンステージかどっかでやってたんですけど、はいはい、なんだっけなあれ。もうすぐ忘れる。3回出たのに。3回連続で出たのに。龍太郎さんのバックでなんか僕演奏とかしてたんですよ。龍太郎さん、龍太郎、龍太郎、宮田龍太郎くんっている。あ、はい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 、うん、その人だ、忘れた、もうダメだこりゃ。ダメだこりゃ、ダメだこりゃ。はい、はい、そしてそのまあそのチケットね、うん、ワンも買い切れんかったのと同じように、うん、番組オフ会行きたくても行、うん、けない方々集めての、うん、ヒーフーミン主催ミュシャントオフ会を開催します。素晴らしい。おお、那覇のカクテルプラザ2階のバイキング居酒屋リオにて、はい、20時
から閉店の24時まで、うん、男子3000円、うん、女子2500円で食べ飲み放題やるから、うん、ナーナーさんもゆきとうさんもマナティーもリスナーさんもおいでー、普通のオフ会しようさ、普通のオフ会しようさ普通のオフ会、これね3日が土曜日なんですよ。あお、あお、私たちコザにいます。そうですね毎週土曜日は漏れなくコザに。あお、あお、あ、待ってよ、はい、サマーレイン NG、 うん、あなたのままでお願いってきてるんで。あ、間違っちゃったんですね、素顔のままでじゃなくていや間違っちゃったんですねっていいね、いいですね、マナティーだね、いいですね、着火した感じそうですね、今多分あれよ、ヌーガサンタルチェンさんゾクゾクってしてるはずゾクゾク、うん、じゃああなたのまま、メイコさんのあなたのままでですね、オッケー、はい、呼びたいと思います、あなたのしたいと思いますままで、はい、オッケー、これはフルでですね、これフルね、はい、もう曲5曲ある今、今はえ、4、あ、4曲じゃないです、じゃないか、5じゃない、涙涙クラブ、携帯愛花、グナワフェス、はいはい、南城市、5か、5ですね、あなたのままで、5だね、オッケー、じゃあもう曲行こう、曲行きますか、ね、曲行った後にじゃあ、またメール読ませていただきます、うん、はい、はい、じゃあ5曲続けてどうぞ、ツイキャス行こうかね、これこれワムじゃん、物議を醸したという、ね、ウェイクミーアップじゃねえかこれ。ちょっとびっくりする、わ、完璧にウェイクミーアップじゃねえかこれそうですね、思わず笑ってしまった、ちょっと面白い、面白いですね、ヤンキーさんおもろい、これおもろいです、いいね、はい、じゃあ、ツイキャス読みながら行こうか、あ、ヒフミーさんが、うん、ダウトって番組だったかな、うん、時代劇の演者が腕時計してるの紹介してないはずなのに、ないはずなのにあったかもしれんよ、ね、江戸時代にもしかしたら、うん、木製の、木製の、あそういうことね、あ、面白い、カンパキさんが、うん、あのね、南城市のことですね、こことかな、これ、アキラ本編さんだよっていうアーティスト、アキラさん、南城市のやつ、うん、のことかな、多分、おお、アーティスト名かな、でも、ウフダ、あ、ね、ウフダパンダ、ウフダパンダがもしかしたら番組名じゃないかな、で、歌ってるのはアキラ本編さんだよってこと、あの、アキラさん違うそうか、ごめんね、なんか話が飛んで、ごめんなさいね、ずっと、なるほど、あ、うん、ひふみさん、じゃあ、ワンは口パーカッションでスポポン、スポン、スポンって合わせる、あれのことなんだっけ、さっきのグナワのこと、ああ、モンゴル音楽？モンゴルグナワのこと、いいね、いいね、いいね、口パーカッション俺結構得意よ、さすがドラマ、ね、でもあれができない、あ、これグナワ、これがグナワ、おお、へえ、クラップまであるね、本当に原住民族がやってる感じです、ね、これは、いいね、いやいや、結構なんか低音なんですね、うん、かっこいいね、うんうん、素敵これモンゴルなの、モンゴルの民族音楽って、ね、モロッコじゃないですか、モロッコか、モロッコ、モロッコか、モロッコですね、モロッコ、ね、かっこいいな、なんかいい低音ですね、あ、
これのライブとか見たっていいね。はい、送信するで、ありがとうございます、はい、メールもできるんだぞすいませんでした、ありがとうございます。あ、そうそう、4時の回そういうことか、ダパンプのってことね。あは、そうそうそう、だから USA を南上 C にしてる。なるほどね、そういうことね。ああなるほどね。でも一茶さん喜びそうじゃない。だからウフダパンプなの。なるほどね。あ、ウフダパンプじゃない、ウフダパンプ、そういうことだね、そういうことね確かにこれかかりそうやわ。ちょっと今日何これ、あの東京涙クラブから始まりかかりそう今日そういう日なんだで、許可は取ったそうです。あ、すごいそうなん。でもそもそもあのダパンプの USA も 元ネタがね、あ、そうか、あるあの洋楽ですからね。あ、そうか、うんうんうん、いやでも絶対一切喜んでるって。まあ、確かに。うん、いいね。やばい、ちょっと。南城市。南城市。振り付きでね。これ南城市って英語で書いたらどうなるの？N A N J O H O かな。NJC じゃない南城 J でシティは C はシティだから NJC とか、ね、NJC だよな、うん、NJC だよ NJC。 いやでもしっかり南城 C って言ってくれてるところがやっぱね大里には海がないってしかもちょっとリズムずれてるしなちょっと面白い。もうしかもほぼほぼフラットしてるしな。え、わかる。これがいいんだよ。そうそうそう、味。いいじゃじる一辺マサンド。最高。最高。いいじゃじる一辺マサンド。いいな。ラララララララ。面白かった。面白い。何でも面白い。素晴らしい。南城市好きになりそうです。いいですね。行かないといけないです。ああ。ちょっと聞きたいな、これすごいな。いいな。ちょっとハマったな。どこから読んでない。南城市の歌ってフェイストの芸人さんじゃないの？フェイスト？フェイストっていう芸人さんがいるのかな？フェイスト。フェイスト。うーん。あの沖縄の芸人さん の, あの事務所の名前なんだっけ。事務所何ですっけ、山城智二さんが代表してるなんだっけ、そこ所属ってことかな。芸人のほら事務所があるやん、FECFEC、 そうそう FEC、 FEC の芸人さんじゃないのと。そうなのかな、ということかな、うん、あ FEC です ね, ね、うん、はい、このパラサーアキラさんが歌ってるんですけど、うん、あ、さっきのアキラさんが FEC のお笑い芸人。あ、へえ、そういうことか。へえ、いいな。バンドでやらんかな。ゲストでお招きして。やるぜ。演奏するぜ。じゃあ私横で南城市。いいね。誰でも良さそうですね。はいで南城市。俺ら FM 昨日まで番組持ってるのにな。南城市って。あまりにも曲にハマってしまって。な、はい、面白かった。いいな。うちもやらなきゃな。すぐ対抗心燃やす。しかもここで火が作ってる。もうあのイッサさんに許可もらって、なんかダパンプの曲でなんかやろうぜ。
うちもギノワン氏、ギノワン氏、ギノワン氏の歌、使わせていただいていいですか？ね、イフでやるか。ああ、イフでやるか。ラップの、ラップの部分ちょっと力入る。そうそう、ギノ、ギノ、ギノ、いいな。あれ、あのグナワの話見に行ったあの様子がひふみさん言ってくれてますね。あのライブの、うん、三弦の、胴に羊の皮を張ってて、ネックの先と弦を止めている下の方にカシャカシャするような金具ぶら下げてあって、グナワ音楽は一人で完結するような感じだったよ。へー、一人でできるんだ。あのカシャンカシャンカシャンみたいな、あのパーカッションみたいな音はそのグナワについてるんですね。あはー、あ、なんかあれだね、すごく容量のいい楽器といいますか、なんかまあ民族楽器っぽいですね。うん、パーカッション、例えばドラムだったら、うん、ハイハットの音と一緒に、うん、タンバリンの音も鳴らしたい時なんかはね、うん、ハイハットのこの棒があるんですけど、うんうんうん、棒にねタンバリンくっつけて一緒に演奏したりする。ああ、はい、そんな感じでこの、まあ、弾いた時にその、カシャカシャするような金具を下の方にぶら下げてるっていう、ネックの弦を取れてる下の方にカシャカシャするような金具がぶら下がってるので、うん、今こういう感じだよな。ですよね。そうだよな。うんうん、弾いた時にカシャカシャカシャってなるんですね。ね、うんうん、なるほど。この三弦の弦楽器はギターとかベースみたいに横にしてやるのか、それとも縦にして2個みたいにやるの、ゲッベッフットベースとか2個みたいに、だと下につけないといけないけど、多分こんな感じじゃないですか。やっぱ横に向かっぽいですけどね、イメージカシャカシャ鳴らせんもんな。うん、でも高さとかによるんか、そんな感じなんでしょうね。でも一人で完結するような感じっていうかね。だからな、なんか気になるな。うん、グナワ音楽なんかいいね。ねえ、もうちょっと帰りに検索してみますか。はい、うん、それと南城市交互に聞いて、南城市交互に聞いて、南城市交互に、たまにあのリフラフを挟んで、もう俺らハマりすぎだろ今週のリクエストは秀逸ああもう、いや面白い。でこれがあなたのままでかな今。あ、そうですね、もう終わりですね確かにミホリンっぽかったですね。え、なんかぽいね、うん。あ、メールも、そうだ、メールはじゃあ番組内で思うか。うんうん。よし。あれはまあ40分やないか、お前。早いわ。5曲の壁。あるあるの歌詞の あれそうなんだ。そう、なんか海に囲まれてないけど、なんか潮かじゃがみたいな、潮かじゃみたいなこと言ってましたよね。南城市ってフィジャージールとか、どこどこの合併市、大里村、だから大里のことも言ってましたよ。大里村、うん、玉城かな、となると4つぐらいかな。コチンダとかかな。コチンダ、もう一個あるのかな。あ、大里と早えばる、さしきと知念らしいんです。ああ、さしきと知念、あ、さしき、さしき、まあ、さしき町ってあったんですかね。うんうん、さしき、知念、知念、玉城、玉城、大里、大里、四つか、四つ、うん、今週も元気にお送りしています、ヤシガテイスト。この番組は沖縄市の夜を楽しむならライブバーリバース、バンドリハーサルやレコーディングにサウンズグロー、沖縄から世界へ、
ジャズライブイングーワの提供でお送りしています。はい、はい、南城市の歌にハマりすぎてるヤシガテイストでございますがもうツイキャスでもずっと紐解いて紐解きまくってどこが合併だったんだっけみたいなどこだっけ本当にな、うん、何が有名だっけみたいな本当に今僕はもう大島の天ぷらって感じのイメージがあるんだけどだから大座と玉城、うんうん、知念、うん、そしてさしきが合併したのかな。合併して南城市。南城っていうのいるよね。いますね。ね、南城。マスコットキャラクター。マスコットキャラ。南城。ちゃんと聞いてたらもしかしたら南城のことも歌ってたかもしれない。もしかしたら。あ、いや、もしかしてだけど。それで宜野湾スクール歌うかやりますか。じゃああの二人にちょっと許可得ないといけないね。そうですね背景ドブロック様ドブロック様よろしくお願いいたしますって言ってやってみて俺絶対下の方に行きそう宜野湾市で下に行くといういやーやばいです。宜野湾市出禁になるんじゃないなるのかなまずいな宜野湾市出禁って相当です相当なもんだよ。どうやって北に行くんだろう確かに海渡っていかんといけんはいありがとうございます。はいありがとうございます。メールがねちょっと来てるんで来ておりましたメール行ってみましょうか。はい、さっきねお相撲さんの話をした時に、うんこれはね、ヌーガさんと吉田さんが、はい、同級生に女子だけど小錦にそっくりなのがいた。わお。もうそっくりなのがっていうなのがねもうね女子としてじゃなくて小錦として見てる感じがこの一文にすごく出てますねもうだいぶ前はいそうか同級生に多分もうその学生時代じゃないですか。そうだね今はもうね、もしかしたらもう激痩せしてさ脱小錦してモデル見たくなってるそう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 、うん、小ギャルなってるかもねかもしれないですしはいはーい。あ、素顔のままではビリー・ジョエルやたさ、うん、実はほろ酔い飲んでる。あら、いい感じだね。昼からいい感じじゃないですか。いいんじゃない。うんうんうん、うん、この時間飲むのうまいよ。うまいですよね。あー、いいねー。うん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 。あー、じゃあもうほろ酔いぐらいでほろ酔いぐらいでね。うん。あ、メイコさんのあなたのままで探してくれたから監督乾杯。乾杯。おお。うん。認めてます。いいありがとうございます。ほろ酔い飲んでるから乾杯と乾杯かけてるのかな。多分かけてますね。乾杯って。うまいことをやりますね。やりますね。ああ。あれかな。氷結とか飲んでるのかな。氷結は氷結とホロ酔いはねまたちょっと違うんですよ。ホロ酔い飲んでるのかな。ホロ酔いって大体あの 3% ぐらいの、ね、そうはいはいはいやつですよ。氷結はね大体 5% ぐらい。 5% ぐらい、うん、俺ホロ酔いのあのアイスティー味あー大好きなんですよ。なんかあれ結構美味しいという人多いですよね、うん、大好きなんですよ、うんうん、一杯ぐらいしか飲めんけどね、うんうん、一缶ぐらいしか、うん、なんか今日はライトに行きたいそんな日にそうそうホロ酔いアイスティーみたいな。ただそれ以上飲むと胸焼けするんですよ糖でアルコールの方じゃなくてティーの方で胸焼けしちゃう。糖で胸焼けしちゃうという俺だからファンタオレンジとか今飲めないんですよコーラとか糖で胸焼けしちゃうから大好きなのに。うんうんうん。氷入れなきゃダメ。何ミリグラム何ミリリットルぐらいだったら胸焼けしなさそうです。二口なんかシリンジでこうシチューって入れないといけないじゃないですかもう缶じゃなくて本当によもう辛い辛い飲みたいのに飲みたいのにね。気持ちめちゃくちゃ飲みたいのに2が限界です。そうマウンテンデューとか超好きなんですよ。2口きついわ。行って2口飲みたいわもうそれ香りだけで終わってる感じ香りだけで終わる結構大丈夫。なるほどね。たくさん来てるね。なんかねあのもうあの南城市って結構もうざわざわしてますね。もはいざわついてる。はいそうカップボーイさんが、うん、海がないのはハエバルじゃないの。ハエバルは確かに海ないか。うん、南城市はギリ海面し、あ、海面してるのか。まあ、大島とかもあるしね。そう、あそこそうですよね。うん、ちゃんと
歌詞みたいですね、あの炎上詞の、うん、そうだね、後で見ましょうかきっと出てくるでしょはい、そこからまたいろいろね、知念高校って与那原にあるよ、うん、あなんでって思ったけど、最初与那原校、与那原高校ってないのかなって、確かに与那原にあるんだったら与那原高校ってつけたらよかったのに、なんで知念高校、そっか、与那原に建てて知念高校ってつけちゃったんだろうって感じですよね。だからなんか歴史があるんだろうな、なんなんでしょうね、うん、例えばまともとは知念だった地域だったんじゃないかな、うん、高校ができた時は、うん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 、うーんとかあるんだろうよ、うんうんうん、きっと、うん、はい、カープボーイさん、はい、これなんでしょうね、玉城にピザの配達来ないって、お言葉のごらないあの酒、新座線、ん、新座と新座と新座と、うん、新座とをと、え、うん、お酒って来てるね、あ、酒かもしれんな、ごめんねカップボーイさん、ちょっと今僕が頭働いてない、うん、今ね解読してあげたいんだけどね、そう、私もピザの2文字で食べたいって思ってしまったああ新座扉、あ新座扉、あああれだ、あの坂だ、坂だ、うん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 、坂ね、あーピザの新座扉のあの坂があるからバイクが登らないってことね、ピザの配達来ないってことね、なるほどなるほどなるほど、はい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 、じゃあ大変だ、玉城の人たちはもうあれが、うん、テイクアウト、あれじゃないな、こういうのなんて言うんだった、デリバリーできないんで、デリバリーできない、頼めないってこと、あれ、あらまあピザ屋にそのまま直接行って食べるのもうまいけどね、食べるのは持ち帰りあの持ち帰りの方がね安かったりもするんでしょうが、そうだ、ね、店舗に行って、まあピザ屋泣かせの新座扉ってことですね、ほんまやなもう相当注文してるから重いっていうことで登らない、15枚ぐらい頼んでるから、バイクに15枚も乗せたらもうバイク走る、それかあの作り上どうしても行けないのかな、境登れないのかな、あのバイクの作り上、あのジャイロはでも結構パワーあるで、あ本当ですか、うん、俺横浜でバイトしたんですよ、うん、ピザ屋の、うん、バイク結構走るよ、うん、うん、俺あれでディズニーランドまで行ったもん、東京ディズニーランド、本当ですか、横浜から坂でも全然、OK、行った、うん、2時間半ぐらいかかったけど、もうちょっとかかったかなもうちょっとかかったな、すごい根性で行きました、ね、若いからできたユミさんが迂回させる100って言ってくれるまあまあね、まあまあね、あれでも山道結構あるもんね、玉城のあたりね、うん、で迂回したら下でちょっとあのピザ冷めちゃう問題もあるんですね、問題もあるのかもしれないな、ね、うんうん、ああ懐かしいねピザ屋でも、うん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 、ヤンキツさんがさっき何時、南城市の何時の言葉出したらガンジーって、ガンジーガンジーはねインドのねそしたらインド風に作るよポンヤンヤンワンヤンヤンヤンって蛇とか出てきそうな音出してる、そうそうそう、それこそさっきの楽器使ってもいいしね、アグノファ、うん、あれの楽器使ってね、なかなかないんだろうな、でもあれな、楽器屋さんとかめちゃめちゃトライバルに、まあそう、うん、ねえ、だからグノワってちょっとなんか世界モロッコ行ってとかじゃな い, ない、ね、そんなきっかけないと出会わないです多分ね、そうかもしれないよね、もしかしたらモロッコ行って、うん、沖縄に移住した県外の方が演奏してるのかもしれない、かもしれないしね、うんうん、なかなかねああいう楽器って沖縄なかなか見つけにくくてね、ねえ本当に、うん、そっか、うんうん、うん、新座扉ね、新座扉ありがとうございます、カンパチさんが、お、喫茶店でコーラ頼むとレモンの輪切りが入っていて素敵、あれ普通じゃないの、いや喫茶店ぐらいじゃないですか、レモン入れてるのマジ多分、あれいいよね、あれいいですよね、喫茶店って感じですね、そうなんですよね、喫茶店といえばってやっぱほら柏原芳恵ですよ紅茶の美味しい喫茶店ですよね、ごめん止めた、あらナポリタンについてるトーストとかね、あいいね、あのトーストってもう喫茶店ならではですよね、いいね、
私喫茶店マニアなんですよ。働いてもいたし、はいはいはい、そうそう、あのトーストね焼くのに結構魂込めてましたよ。渾身のトースト、渾身のトーストとナポリ、あおい、ナポリタン美味しそうですね。あ、もうね、私はもうやってました、作ってる側でした。うんうんうん、ミートソースも好きだったよ。あー美味しいですよね、うん、私好きミートソースなんだよね、うん、じゃあ一回 CM 行きましょうか。はい、はい、一回 CM でーす。はい、そのまま行きましょう。ミヤンキチさんが学生時代、はい、エンディングでございますが、はい、うん、今ねメールを読みながらやってるんですが、ね、うん、そうなんですよ。お、でルーガさんとルチアさんが県道24号線に美味しいピッツァ屋があるって。そうなの、どこやろう、なんて名前だろう、県道24号線ってどこや、どこなんでしょうね。ね、もう本当に俺わかんないんだよなそういうのが、うん、お、一番街のナイスデイという喫茶店でコックしてたよ、1987年。おお、名前がいいね。ないね、ナイスデイ。ナイスデイ。あとそういう番組なかった？ありそうですけどね。朝の番組。うん、ありそう。うん、ナイスデイっていう番組があった気がする。うん、ここのクリームソーダ飲んでみたいね。ナイスデイいいな。ナイスデイのクリームソーダ。いいナイスネーミング。喫茶店って、あ、そうですよね。ネーミングも良きですよね。大事っすよね。うん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 。うちね。おかんとおとんが両方とも喫茶店やったんですよ。はいはいはい、はい、名前聞いてみる、うん、はい、おかんがやってたのがねボア、あで、おとんがやってたのがマイルド、まあいいな、両方ともなんか喫茶店っぽい。そうなんですよ、キーコーヒー使ってました。あー、なるほどね、はい、そうなんですよね。うーん、はい、もう今日もたくさんありがとうございます。熱海さん、こんにちは、ギリ、セーフ、ありがとうございます。たくさん今日も来たね、すごい来てますね。ぐしかわにヒージャーのミートソーススパゲティがあってよ。本当にマジっすか。それはもうどこに重点を置けばいいのに。もうなんかね、もうパスタなのかヒージャーなのかってこと。まずは香りから楽しむのかな。うわー、これはすごいと思いますよ。うわー、そうか、うんうん、はい、あ、ひふみさん、ゆきとさんに僕が撮ったグナワ演奏の動画送ったよ。本当ありがとうございます。ありがとうございます。後で見ます。うん、あ、カープボーイさんがおはようナイスデイってあったような気がする、ワイドショーね、あったよね。ありましたね。あったあった。そうか、そういうあのテレビ局のね、それだそれだ、はい、なるほどね。うん、はい、カンパチさんが家に帰って YouTube で何上司見る人増えるかな。増えると思います。もう今すでに増えてると思います。急上昇ランクぐらいいくんじゃないですか。頑張って拡散したらめちゃめちゃ視聴回数伸びてると思います。
はい、そしてね、うん、ヤンギツさんが昨日ドブロック YouTube シモレットの幕の内ペンあーもう見たい、後で見ます。やばい、もう見るのがたくさん、うん、見ちゃなんか予約録画がめちゃめちゃ溜まってるみたいな。ねえ、ほんまに。あ、カンパチさん、うん、ばあちゃん家の近くにあった喫茶店アダルト、めっちゃ入りたい。めっちゃ入りたい。気になるな。うわー、バターとか2個ついてんだろうな。いやー、アダルトだな。おっとなあのトーストにさ、いやーいやーついてんだろうな。一個でいい。生きてーわー。いいっすねー。チョコレートとかウイスキーボンボンだぜ。あーおっとなー、アダルトだから。あ、高尾さんも来てくれてはありがとうございます。フジテレビのワイ朝のワイドショーね。ですよね。ありましたね。おはようナイスでね。ありますね。あれ見て学校行ってたような覚えがあるよ。まあ、まあ、朝の日課って感じ。毎日遅刻ですよ。頑張って。そう、頑張って。もう見終わる、終わるまで見なくていいよ。仕事って言って。仕事。はい。はい。で、タミーさんが、港側の外人住宅にヒージャーのカレーあるよって言って。港側か。ね。あそこね、港側の外人住宅、結構おしゃれなお店いっぱいありますよね。カレーは、まあ確かに。うん、なんかいけそうですね。ねえ、ヒージャカレーか。ミートソースが消えるのかっていうこれ、ね、え考え、そこなんですよ。気になりますね。気になる、すごい気になる。じゃあ今度検索します、うん、じゃあ最後にカップボーイさん。アザルトって言ったら何、ノーパンキッサーって。そうかもしれない。本当そうかもしれない。いや、マジであったんだからね。らしいですよね。僕入ってましたから。あったらしいですよね。本当におケツがポロって見えたからね。子供心になんか、何、なんで風邪ひかないかなって思ってたからね。すごい少年のまっすぐな心的。そう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 、あったんですよね。もう今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。最後これで締めていいのか分かりませんが。ヤシがテイストらしい締めです。はい。今日はもう USA で、南城市で、南城市で盛り上がりました。はい、はい、また来週も一緒に盛り上がりたいなと思います。はい、今週はこの辺でお別れしたいと思います。ゆきとうななのヤシがテイスト、お会いたゆきとうとななでした。また来週、バイバーイ。トーストくらい置いたらいいのに。さよなら。さよなら、さよなら、さよならって。カンパチさん、リクエスト採用ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、こちらこそ面白いリクエストありがとうございました。ありがとうございます。タミーさんもお疲れ様と来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週ね。また来週様です。